まずトップシートの引っかかりがとてもいいです。プラスチックボールでも試打しましたが、ボールが少し硬く感じるので、その分ラバーへの食い込みがいいように感じました。そのせいかセルロイドボールを打った時よりもプラスチックボールを打った方が弾道がいいと思いました。タッチが非常に活かせるので、テクニック重視のプレイヤーにいいと思います。スポンジが柔らかい分、力がなくてもボールが飛ばせます。レディースや小中学生ならフォアもバックも T40 という選択はありですね。非常に幅広いプレイヤーが使えるラバーです。ボールも弧線を描いて飛んでくれますし、シートにボールが食い込む感じもイメージ通りです。女性だったらかなりの上級者でも使えると思います。前陣速攻型の選手ならフォアが T45 か48で、バックは表ソフトのブースターにするというのはかなりおすすめできます。ハードヒッター向けですね。強くボールを食い込ませることができる選手は非常にいい感覚で使えると思います。ドライブ型の選手ならフォアを T48、バックを T45 という組み合わせはおすすめです。私もそれで使ってますので、ぜひ皆さんも使ってみてください。